豊岡市城崎町の工房では300年の伝統を持つ麦わら細工で年末恒例の絵馬作りが始まっています。豊岡市城崎町の神谷民芸店では毎年年末のこの時期に麦わら細工で来年の干支を描いた絵馬を作っています。麦わら細工は江戸時代中期に鳥取県飲州から湯治に訪れた半七という人物が宿代が払えなくなり麦わら細工を販売して宿代を稼いだことから始まったと言われています。以来300年にわたり受け継がれ城崎町の伝統工芸品となりました。この麦わら細工の絵馬は根強い人気があり、すべての干支を揃えるコレクターもいるそうで、木の板には来年の干支、ネズミがふくよかに描かれ、縁起がいい松竹梅がデザインされています。ふっくらネズミって言って、ネーミングしてるんですよ。ふっくらの服は、幸福の服で、ふっくらネズミ。ちょっと丸い感じのネズミなんで。麦わら細工の絵馬作りは、節分頃まで続き、およそ200枚が作られ、1枚1750円で販売されます。